はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今日は、新商品、恵比寿のですね、カオルルージュ、限定醸造、麦芽100%の生ビールです。アルコール度数が6%。甘く香ばしい香り、赤みがかった美しい色、グラスに注いで、香りや色を楽しみながら特別なひとときをお楽しみください。原材料名が、麦芽とホップです。まあ、なんかね、恵比寿もね、期間限定の恵比寿とか結構発売してるんですよね。で、どれ飲んだのか飲んでねえのか、ね、よくわかんねえんだけど。なんか、これ飲んでなかったのかどうかもわかんないけど。恵比寿ね。じゃ、カンピー。あ、美味しい。あ、美味しい。これ美味しいな。うまい、うまい。琥珀恵比寿と非常に似てるんだけども。琥珀恵比寿というか苦いですね。多分。結構苦めな。琥珀恵比寿と、まあ、色的には大体同じなんだろうけど。甘い香りのルージュ。ワインを彷彿とさせる、甘く芳醇な、香りの限定醸造恵比寿。まるで赤ワインを思わせるように、甘く芳醇な香りが、幾重にも織りなしながら、エビスらしい麦芽100%のコクと上品な味わいをベースにした、カオルルージュ。皆様、初めて皆さんにお届けする限定醸造のエビスです。これは、あれですね。今までまだ出てなかった、まあ、新商品と。麦芽を焙煎する度合いを強めたカラメル麦芽を配合したことによって、まあ、この色が出たと。で、さらにホップには、モザイクホップという、ものがあるらしく、それを使用することで甘い香りを引き立たせてますと。モザイクホップ。まあ、甘い香りって書いてあるけど、甘い香り？でも香りは確かにあれだな。琥珀恵比寿に より多分、あれですね。香りが強い。これはあれですね。香り強いですね。これはうまい。普通にうまい。これはいつ発売なのかね。多分冬限定なんでしょうね。書いてないんだけど。甘い香りってありますけど、まあ、ぶっちゃけ味としては非常に苦めの、恵比寿ですね。あとは、エビスビールの、ギフト限定醸造のエビスが出てるらしいですね。エビス和の芳醇。これ、芳醇って読むんだけど、芳醇って読むのか、芳醇っていうのがよくわかんない。芳醇でいいのか。あ、芳醇でいい。いいね。芳醇ですね。和の芳醇。ギフト限定エビス。見た目が紫色の缶のね、恵比寿。
多分限定、ギフト限定とか書いてあるけど、おそらく、後に通常で販売されるとは思いますね。アサヒスーパードライの、ね、ギフト限定とか歌ってたやつ、かなり何個もあったけど、後々普通に販売しよるからな。これうまい。カオルルージュ。あれ？あ、これが11月の20日に全国で数量限定発売と。結構あれ、時間経ってしまったな。なるほどね。まあ、冬ですね。冬限定と。あ、琥珀エビスの、濃厚な、ちょっと香りとか風味が強くなった、バージョンですね。うん。ちなみに琥珀エビスが、秋冬限定と。こっちもあれなのか。秋冬限定らしいですね。まあ何でもかんでもあれです。限定商法ですね。うん、これうまいな。あ、いわゆるアンバービール的なね。はいはいはい。琥珀エビスアンバービールね。黒ビールではないんだけど、黒ビールと通常のビールの、中間みたいな、ね、感じ。そんな感じですよね。まあ、通常の、エビスの、ね、通常のエビスは、だいぶ昔にね、まあ、だいぶ前に、まずくなりまして、それ以降買ってないんですけど、それ以外のね、エビスの、まあ、琥珀エビスだったり、いろいろ出てますけど、こっちは、全然美味しい。うん。非常に、昔のエビスに、味が似てる。うん。苦くね。エビスは、本来は本当に苦い。苦くて、香りが強い。のが、やっぱ本来のエビス、でしたからね。それがまあ、ものすごい香りとか全然、弱くなっちゃってるか。ね。全然、クソみたいな、ね。ビールになってしまったと。いうことですけどね。これ通常の、その昔のエビスよか、多分美味しいですね。うん。あ、美味しい。まあどうだろうな。美味しい。うん、まあうまいか。ちょっと香りが、やっぱ昔のエビスよかちょっと多分強い。強いタイプなのかな。まあ、見た目もちょっと色がね、濃いですけど。でも本当に昔のエビスになんかそっくりだな、これ。味が。うん。ちょっとなんかしつこさはあるけどな。うん。昔のエビスよか多分しつこい味わいというかね。コクが多分強いんで。微妙なバランスのね、昔のエビス。
とはまあいかないかな。うん。まあでも非常に美味しいですね。エビスマイスターっていうやつね。エビスマイスターってやつがまあ昔のエビスに割と似てるという。高い方のね。エビスね。なんであんなに味まずくなっちゃったんだろうね。わかんないですけど。うん。おいしい。これはうまいな。これは美味しい。逆に、なんかコクが、しつこすぎて、ちょっとしつこい。味が、うん。味がしつこいというのはちょっとありますけど。まあ、問題なく非常に美味しい。でしょう。5154です。おしゃれました。